どうもタブヤンです。ナムコ三国志2覇王の大陸、曹操孟徳洛陽に前回入りました。続きやっていきたいと思います。統治度14、今回の目的はこの洛陽をね荒れ果てた洛陽を、立て直したいと思います。呂布がいるんですけどね、どうしたらいいんだろう。武器の教え、武力のね教えを乞いたいけどね、どうなんだろうな、怖いな呂布味方にいても怖いよね。さあ命令書がね少ないんだよな。これがなんかねちょっと難しいな。とりあえずね商人で米売りましょうか。ね200、それで蔵で与える民衆にね、どうしよう、金100、米100与えるかも。14しか上がらない。マジか。なけなしの金米す半分以上与えたんだ、半分ぐらい与えたんだけど。あー反乱起こった。参ったなもうどうなった。統治度28、うわーめっちゃ人口減った。参ったな、国づくりするしかないね。これ町しょうがないよね、もう一回町開発するしか。テイクに任せますか。あ、全然だな。これはやる気がなくなった。ちょっと統治度少しずつ上がっていくのかな。土地の開墾、そうそう、どうだったっけ。土地度73だもんね、全然違うよね。ちょっと徴兵したいな、徴兵。あ、1200までしかできないのか。 OK、 守りを固めておかないと孫策が攻めてくる。学信順位区、統治度31、ちょっとずつね。国づくり、町の開発、そうそう、町の開発は、あー全然増えない劉備とかだったら増えるんでしょうね、人徳。テイク頑張ってくれ。おお、ここは兵士はいるんだね。オッケー、土地の開発。あ、頭いいやつがいないのか、ここ。ちょっと利点バランスよく3つの国をね強くしたい。董卓をやっつけるのはそれからですね。大丈夫か楽よ。劉備が何か策略、
あ、呂布が寝返って劉備の配下になった、まあ、逆に良かったかもねしかし劉備に扱えるのかな呂布をあ、お金なくなったな。じゃあどうしよう、情報集めテイク、洛陽には名士とかがいるんじゃない。あ、武将金64、金がない、なんだそれくっそー、国づくり、土地の開発、まずいね、ちょっと、あ米がない、やばいなこれどうしよう、国づくり、あ、お金ない、ここも純育探してきて金銭的に辛いな、洛陽があるから何にも見つからない。マジかよ、おい、苦しい台所事業やめて、事業じゃない、事情ひねりとかやめてよ、厳しいな、ちょっと情報収集しようか、人徳のある利点、なんかお金とか拾ってきて、何にも見つからない、マジか、くー苦しいな、内政もできない状態だもんね。純育行ってこい、お、宝を3つ見つけました、オッケー、テイク行ってこい、何もない、おー厳しいな、確か10月だよね、実りの秋、オッケー、台所事情に余裕がないからね、米売ろう、早速売ろう、洛陽首都だから全部あるんだよねこれ、医者が必要なやついるんだったっけ、あーお金米売るしようかな、100か、少ないなお金国づくりか、町の開発、そうそう、ちょっとずつ、ちょっとずつだね、統治度を上げないといけないからな、産業の発展、来年の4月までは国づくりだね、命令書を増やしたいな、こっちは、おー収入あったね、宝があったでしょ、与える、あーどうしよっかな、商人で売ろうか、宝売る、5つ、よーし、これでだいぶ楽になったぞ、
中精度上げておこうか。99、85、92。与える配下の武将、金100、学臣の中性上げとこう。いやお金持ちの国はいいよね。楽ように輸送するという方法もあるんだけどね。輸送自体でも命令書1枚いるもんな。国づくり、産業の発展、純育。やっぱ頭のいいやつはね、一つの城に一人ぐらい欲しいね。戦争でも役に立つしね、計略で。結構計略合戦になるもんね、このゲーム。商人で、あ、全部商人あるね。商人のない国はちょっときついもんね。150ぐらい売っとくか。で、国づくり、町の開発、あー全然ダメだ。やっぱり優秀なやつとは全然違うね。ふぅ、物中精度は98 90 90。 OK、 まあ90あればね大丈夫でしょう。こっちはね、お金、あー、お金がないんだよな。輸送しようかな、こっから。物資を運ぶ、金100、ビリギリまでいっとこうか。180、米40。地味だけど、多分3000の兵士に対して300いると思うんだよね、兵糧が。戦争1ヶ月、だから最低残しとかないとな。よしよしよし、なんとかね。国づくり、さあ4月になりますよ。税金が集まり、金が増えました。さあこれでどの、お、土地度43上がってきてる。270か。軍備を整えましょうか。今回は軍備を整えて、まあ、あの最大兵士数にしましょう、みんな。あ、間違った。徴兵。なんで20人とかいるの？中途半端だな。3000。1000人雇うか。兵士3000、2600、徴兵しましょう。よし、これで次は人材かな。これ以上武将増えないもんね。あ、兵士増やせないから情報収集しましょうか。警察、董卓、兵士8000、強烈だな。
調和ね、調和の都、各氏範疇の創建理学各裏切りそうだけどね、中世70士官来博、あーなるほどね、他の城も見ましょう、あ遺跡、あ大衆が遺跡、これ大衆ごと寝返らないかな助衛調裁、あ李寿頭いいね、周宗嘉佑、なるほど、他の城も見てみましょう、炎章のとこ、伝法心配長男、お純慶が裏切りそうですね、いい土地だな、なるほど、兵士2人、孫作本陣、おお武力95、なるほどな、旅行はどうしてるんだろうね、あれ関羽中、ああ旅行もういないやっぱりやっぱり劉備には使いこなせなかったみたいですねあー攻めてきた、マジか、曹操様武将をどこに配置しますか、曹仁大将、学臣、順位か、参ったなこれは、何なんだろうね、町、郊外、おー強いな、周代、猛者ばっかりじゃないか、郊外周代って、こいつは関ねえ、うわー最強の3人が来たな、乱水、あ近づけないといけないの、 OK、 乱水、失敗、順位区でも失敗することあるんだ、あーやばい、もう山越えてきた、ね挙兵違うのか、妖撃、あんまり減らないな、妖撃、あんまり効かないね、三国志2でバランス、ゲームバランスが整えられてるないやーあんまり効かない、逃げろ逃げろ逃げろ、ああ間違った、どうしよう、家計かノーマルな、よーし家計の方がダメージ大きいじゃん、
基本中の基本ですね、計略の。よし、準ウィークの恐ろしさ思い知らせてやる。よし、周体撃破したな。下も同然ですね。よし、もう一旦いけるでしょう。どうしようかな、賭け。よし、ゼロになった。次はお前だ、郊外。頭いいからな、郊外。あ、やっぱり中体のようにはいかないね。知力高いもんね。知力80に郊外の評価高いね。だがしかし、純育軍師には勝てんよ。知恵比べでは中体退却した。よし、さすが純育軍師。ある意味で言うとね、宗神大将軍よりも重要だよね、純育。逃げよう。あー、攻めてきた。どうしたらいいんだろう、これ。守備側の陣形ってどっちなんだろうな。これかな。全部待機でいいか。あー、これでいいのか。牙だけ前進。牙が役に立ってないよ。でも弓の効果は歴然だね。誰も来れないでしょ、これ。郊外打ち取れるぞ、これ。郊外惜しいもんね。仲間にしたいな。どうしたらいいんだこれ。どうしようかな。学士行け。これにしてみようか。全軍前進。あー、退却した。計略偵察ってなんだろうね。悲劇偵察、使い方がわからんけど。賭け、よし。これでいいかな。いけ、呪縛。よし、郊外は当分の間動けないでしょう。あー、ちょっと早すぎたか。でもね、これ以上でも遅すぎると。もう動けるよね。あっ、おほほー、郊外全然捕まえれないね。よし、これ捕まえれるんじゃない？自爆成功だよ。
もう諦めろ、郊外。後ろ押さえろ、後ろ。おーし、押さえた。これは、もう降伏するでしょ。郊外さん？まだ逃げんの？うわうわうわ、嘘でしょ？もう嫌だわ。もう待機でいいわ。裏切りを説得。そらそうだよね。もう郊外さん全軍待機で今もう攻めてくる気がないんだったらね。ああ兵士減らされた。全く何してくれてんの。容赦しないよ、こうなったら。全軍突撃。あ、体力回復してる。あのなんか町みたいなところで回復できるんだ。いいこと教えてもらったな。でもな、挑発に成功。あー、そういうこと。負けるじゃんこれ。ちょっと郊外に負けちゃうんだけど。やばい、逆に死ぬ。退却。もう方位で行こうか。ここまで追い詰めてやっと包囲になるのかな。郊外は降伏しました。やっとだよ、もう郊外じいさん。どんだけ強いね。さあ計略だ。乱水頭いいけどな。さすがにあんまり決まらないね。ちょっと一個下がっとこう。回復できるのかな。村に入りますか。はいはい。おー、体力回復。乱水。連環の刑みたいだね。火を放つの？船に？あ、もうできないのか。あ、動き取れません。マジかよ。順位区で行かないといけないの？攻撃。
のに順位行く。カンネを打ち取れるかな。退却すんのかい。窮地を申し込んできました。おっと悪いに決まってるでしょ。呪縛、ああダメ、呪縛、ああでも武力が低いと戦術効かないのかな。あ、よし、あー失敗かー、残念。最後呪縛が全然減らへんやん。ほんでダメだ、カンネで順位区では。退却しろよ。まったく困ったやつだ。あ、まだ動けないの。いつになったら穴を落とすやつで体力、あれ、あ、そっか、それは山でしかできないのか。くっそー、いい偵察、やっと移動できるの。学士行け。よし、え、なんで弓隊は前進するの。攻撃しろよ、攻撃。呪縛、あ、失敗か。逃げるよね。逃げるシステムなんとかしてほしいな。なんかもう一回で戦い終わらせたいよね。ほいほいほい、もうみんな捕まえろ。諦めろ、かんねえ。あらま、体力なくても逃げるときあるんだ。戦いは終わりました。今回はここまでにしたいと思います。あ、やめて、洪水はやめて、やめてやめて。おほほー、武将一人仲間にできましたね。郊外浪士いいんじゃないですか。最後までご視聴ありがとうございました。郊外軍師にね、お金を与えて終わりたいと思います。あー、9しか上がらないのか。これちょっと難しいね、配下にするの。なるほどな。
記録しておきましょう。それでは次回またお楽しみに。まずは董卓を倒します。それではまた。